はい、皆さんこんばんは、足草です。今日ご紹介したいスニーカーはこちら。これはね、箱にしまってないんで直接出しました。まあモアテンです。モアテンでもシュプリームのモアテンですね。まあたまにこう新年といえばやっぱり金色履きたくなる時もあるんですよね。で今日は確か1月の6日です。6日、まあ月曜日から仕事します。どうですかこのモアテン。めちゃくちゃ重いですよねこのモアテンって、ね、でこれ20回ぐらい履いたかな。結構気に入ってて、でもソールもほら足何もしないんでめちゃくちゃ減ってくるんですよね。でこれモアテン配達にいる日はもう足痛いっていうそういうセットです。まあ新年のね金っていう感じですね。金取るために上げていこうっていうスニーカーです。まあスプリームもね、あの去年あのなんだねぶたのあの暴力事件を起こした彼のあのスプリームとかね、じゃ SP あったかな、 SP のダンプとかありましたけどもまだ履いてません。でもこれはねなんかちょっと新年やっぱり履きたいなっていうスニーカーです。でこのキャップボスに譲ってもらったレッドソックスのキャップです。裏迷彩、もうこういうの大好きなんですよ。裏迷彩っていうのはなんとも言えない。やっぱボスキャップもね、頭のサイズも一緒なんですけどセンスありますよねボスは。モアテン、ごつくて好きなんですけど、重さがね、もうだいぶ立って立ってるんで、積んではきてます。うちの音と3番目がね、3番目の音と、モアテン、結構好きで。やつは試合で履いてましたね。重くねえかって言ったら、いや重いけど全然大丈夫だよって言って体重で。俺はちょっと試合向きではなかったですね。もうちょっと軽いのは履いてました。まあスニーカーはこの辺にしといて、ウイスキーですよウイスキー。はい、アラン・ソーテルヌ・カスクフィニッシュ。ソーテルヌ・カスクフィニッシュね、これあのツイッターであの長呼びしてもらってて、KK さんに、ね、あの教えてもらってちょっと買ってみたウイスキーです。はい、もう大好きなアランシリーズですね。でこれ度数は55ですね。で、あのなんだ、私大好きなあのアランの、シェリカスケが 55.8 度だったかな。それよりはちょっと過ぎですね、過ぎない度数です。 50%、 ちょうど 50% ですね。でもうこのアランね、アランシリーズ飲んだらもうハマっちゃって、うまいっすね。うまいし、あのハイボール、ロック、水割り、なんでもこううまいっすよね。やっぱりこのなんとも言えないアランのシングルモルト、ソーテルヌなんだカスクフィニッシュか、うん、まあどんな味するのかちょっと後でいただいてみたいと思います。いやいやいや、
まあ、飲めばなくなるんでね、靴とまた違いますよね。靴はあの履いても捨てなきゃずっとあるんでね、もうのウイスキー飲めばなくなるんですよ。どうにかならないですかね。このアランのこの島ちょっと行ってみたいな。死ぬ前に一回行ってみたいな、アラン。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。